皆さん、こんにちは。村長スタジオ、中の人です。今日はチャンネルストリップの第3回目、パート3、イコライザー編というのをやりたいと思います。いつものように、AMEK 9099で解説はしますが、別に、このチャンネルストリップじゃないと、できないわけではありませんよ。このイコライザーは、画面にありますように、4バンドのイコライザーになっています。一番上から、ハイフリケンシー。そして、その下はハイミドル。そしてローミドル。そして、ローフリケンシーという風になっています。フリケンシーというのは、周波数帯のことです。そして、パート1、パート2でフィルター。そしてゲート。コンプレッサー。リミッターというところまでお話をしました。ここからは、ベースですので、少しベースの音を聞いていただきましょう。右端の方には、先日と同じようにアナライザーを出しています。このような音です。イコライザーはさほど難しいことがあるわけではなく、あとは自分の感性でどのような音にしていくかということですね。まず、プラグインとしての機能を説明します。一番上のハイフリケンシーのところは、通常は、イコライザーのカーブはシェルビングというのになっています。シェルビングというのは、徐々に上がっていったり、下がっていったりするようなカーブでして、上のところに、ピークというボタンがあります。ピークというのは、山のようになったイコライザーカーブのことです。通常は、シェルビングで使うことが多いでしょうが、ピークに変更することもできます。そして、周波数のポイントターゲットが、この左のつまみです。初期の標準値というのは 8.65kHz。そこにターゲットされています。そして、プラスマイナス 18dB のゲイン調整があります。それは、他の周波数帯も、全く同じようなゲイン仕様になっています。次のハイミドルの初期値は 1.8kHz ということになっています。そして、その下、ローミドルは、中央の初期値が 267.5Hz になっていまして、そして、一番下のローフリーケンシーは、111.6Hz。それが基準値になっています。あとは特別難しいことはありません。ハイミドルとローミドルのところに、×2 というボタンで、このように周波数帯を変えれるようになっていまして、ローミドルの方は、÷2 ということで、このように低い周波数を指定できるようにもなっています。その2つには、ノッチがあります。ノッチというのは、極端な尖ったイコライザーカーブのことを言います。最近は、いろいろ、便利なデジタルイコライザーがありまして、特に人気のある中で、私が持っているものであれば、画面に今出しました。プロ Q3 というファブフィルター社の商品が、高機能で評価が高いイコライザーですよね。先ほど話しました。急カーブというつまみがあります。ここで山の形状を変えるわけです。ノッチの話もしましたが、どんなものか見ていただきます。急というのは、こういう山のことを言います。そして、これらは、このようにカーブが変えれます。これ、今、マウスのホイールでカーブを変えています。そしてノッチというのは、このメニューで選択をしますと指定できます。このようなものを言います。すごく急なカーブを描いた周波数のことです。そして、シェルビングというのは、この広域成分にもあるような、こういうなだらかなカーブのことを言います。これがシェルビングというものです。イコライザーのカーブには、こういうローカットというようなカーブ、こういうのもありますし、それを細かく、このように操作できたりするイコライザーが、いろんな会社からたくさん出ています。こういうタイプの方が高機能だと、どうしても思って、私もイコライザーだけでも、10種類ぐらいのイコライザーを買ってきました。しかし、そう考えると、この4つの周波数だけでは、何か物足りなさを感じた時もあるんですけれども、先ほども言いましたように、高いところから 8kHz、1.8kHz、267Hz、111Hz、そういう基準値になっている。このAMEK 9099というのは、音楽的に周波数ポイントがとっても意味のあるイコライザーポイントで、周波数の知識がなくても、その4つの周波数をうまく作用させることだけで、良いイコライザーになるように、よく考えられた周波数になっています。まず、いろいろ考えるよりも、やってみた方がわかりやすいですので、ちょっと音を鳴らしながら、イコライザーを操作していきます。これは、ベースですので、先ほどもこのようにアナライザーで見たように低いところにしか音がありません。最高で 2kHz ぐらいのところです。ですから2つの上のイコライザーは切っておいても支障がないです。このローミットのところからサウンドを作ってみます。思いっきりカットします。はい、ちょっとこもりましたね。300Hz あたりを調整します。そして、ローを調整します。今、110Hz あたりを調整していくことになります。このイコライザーというツールは、もう、あとは感性だけです。そして、このAMEK 9099には、プレ、そしてポスト、そしてサイドチェーンという風に、かけ方がいろいろです。ベースなんかは、ある程度の音量がありますので、このイコライザーセクションをコンプやリミッターより前に持っていって、そしてリミッターをかけたりできるようにもなります。今プラになってますからその状態になっていますが、ポストにすることもできます。イコライザーをかけた後でコンプをかけたりということです。このようにイコライザーはあとは自分の感覚で良い音を作っていくしかありません。AMEK 9099のイコライザーには、その一つ一つに、このようにバイパススイッチがついてまして、どれを使うかということもできますし、全体的にイコライザーを入れてどうなったか、というのを調べたいときには、ここにイコライザーインという、全体のスイッチがあります。ちょっとやってみます。これで、イコライザーを入れたり切ったりします。同じように、前回行ったドラムの方も、合わせていきます。キックからキックのアナライザーを見てみます。アナライザーも2つ並べておきます。スネアを入れていきます。前回スネアは少し気になるところがあったのでソロにして聞いてみます。ちょっと音が硬いですね。一番山が上がってるのはちょうど 200Hz ぐらいです。その200のところを触ってみましょう。とっても音が変わります。高い周波数のスナッピーの音のところをちょっと見てみます。だいたい 5kHz 過ぎです。はい、今 5kHz 過ぎに設定しました。これでやっていきます。はい、スネアができました。次はハイハットです。ちょっと高域をいじってみます。じゃあ、音を出していきます。アナライザーも全部表示にします。ここまでのところでコーレーショングラフを見てみます。じゃあここで、最近気に入ってるインスタコンポーザーでAI でアレンジしていきます。インスタコンポーザーはこのようなソフトです。ちょっとこれで全体を見てみます。一番上がメロディーです。そして2番目がピアノで、このフレーズを鳴らそうと思っています。そして4番目、これがシンセパッドです。ちょっとそれを一つ一つ鳴らしていきます。まずパッドから。じゃあ、ピアノ入れます。じゃあ、メロディー。メロディーを変えます。パッドのフレーズを変えていきます。ピアノフレーズを変えます。ベロシティだけ変えます。はい、後半の話はイコライザーの話とは全く別物なんですけれども、まあこのようにしながら音楽を作っていく、とっても時短で便利なインスタコンポーザーをお話のおまけにつけてみました。イコライザーというのは特別難しいものではなく、自分の感性でカラーを作っていくということで、とっても音楽制作の要になるものです。そしてコーレーションも見るととってもわかりやすいです。すべての楽器の音かぶりをちょっと見てみたいと思います。あえてドラムだけは抜いておきます。ドラムを追加します。本日も長時間ありがとうございました。村長スタジオ中の人でした。